マギットチャンネル。皆さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。スプリットに始まったね。皆さんランクやってますか？久しぶりにランクをやるようになったんだけど、なかなかランクが出られなくて困ってるのさ。今どのランクなの？ブロンズだよ。ブロンズかよ。ブロンズって言っても前みたいに簡単じゃないんだよ。ランクやるためにはコストがかかるからね。確かにシーズン13からそうでしたよね。そうなんだよ。シーズン13の時よりは上がりやすくなったけど、それでもやっぱりコストがあると上がりにくいんだよ。そんなわけでブロンズなんだけどランクポイントも得なくて困ってるとか、ランクやり始めた人向けにちょっとだけ解説しようと思います。あんまり上手くないけど許してね。今回はこの動画で解説していきます。ブラハ先生を使うんですね。それでは早速、一つ目はビーコンでスピードアンチを読む。なるほど、ビーコンですね。知ってる人も多いかもしれないけど、ビーコンを読むとスピードアンチの場所がわかるんだ。キルを稼ぐよりも順位を上げることが重要なランクでは、次どこに使えばいいかわかるっていうのはとても有利になるよね。でもビーコン読めるキャラって限られてますよね。そうだね。ビーコン読めるキャラはブラハ先生、カスちゃん、クリクト、バルキリー、シア、バンテージ、全部で6人だね。紬先輩のおすすめは誰ですか？やっぱブラハ先生かな。アビゲティで簡単に索敵ができて、戦闘時にウルト使えば足が速くなるから超強い。一番扱いやすいキャラかな。当然他のキャラも強いからどんどん使ってみてね。こんな感じでビーコンを呼んで移動できれば、最終アンチがどこに来るかわかるから、一番乗りで最終アンチの建物を占拠できるよ。確かにそれはすごいメリットですね。アンチに向かってくる敵を迎え撃つことができるし、逆にアンチカットされるリスクがなくなりますからね。そうなんだよ。ぜひアンチ一番乗りを試してみてね。2つ目は残り部隊が8位以上になるまではなるべく戦わないだよ。おう。エーペックスって戦うゲームだから戦いたくなるんだけど、ランクに関しては我慢した方がいい時もあるんだ。順位ポイントもそうなんだけど、キルポイントも順位が上がるにつれてポイントが高くなるようになってるんだよ。例えば11位の場合、順位ポイントとキルポイントは5なんだけど、10位になるだけで10ポイントもらえるんだよ。こんなお得なことはないよね。確かにそうですね。状況にもよりますが、最初はなるべく順位を上げることを優先した方が良さそうです。ただ楽しくできることが一番大事なので、我慢しすぎず遊んでね。最後に3つ目だよ。3つ目は味方と連携するだよ。それってむずくない？確かに難しいね。特に今までやってる場合は直接言葉で連携取れないからね。なのでおすすめは、味方のちょっとだけ下にいて、いつでも味方のサポートができる位置にいるといいよ。ほう。この動画で言うと、オクタンがジャンプパッドを置いて敵のところへ突っ込んでったよね。すぐに後を追うことで一緒に戦闘ができたんだ。それって味方の近くに強く見せたからできたんだ。確かにそうですね。近くにいなかったら気づかなかったかもです。オクタンは慣れちゃったけど強ノックできた。味方のバルキリーについてきてるからいいですね。自分もやられちゃったけど、最後はバルキリーが倒してくれてチャンピオン取れたんだ。連携は大事ですね。ということでランクポイントを稼ぐための解説でした。今回紹介したことを意識するのとしないのでは大きく違ってくるので、ぜひやってみてね。この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録もお願いします。次もためになる動画を作っていきます。他の動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。チャンピオン取れてよかった。